つまり胸郭から動くとこのように相手の抵抗をものともせずに振りかぶることができます。胸郭が降りて、肘が降りて、手首が降りると、このぐらいの力が生み出されることになります。キス先に関しても、これも肘が落ちて、手首が落ちて、手の内が作られると、このぐらいの力が伝わることになります。が右足前、こういう崩しであったり、あるいはこういう突きの強さにつながっていくわけです。